はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。1時25分になろうとしていますね。2月7日の月曜日でございまして、まったりとしています。日が照ってきましてね、この部屋ね、今ね18度まで上がりました。いや嬉しいわ、ほんまに。まず行きましょうか。あの日経平均見ましょうか。日経平均、日経平均は今190ちょっと戻しましたね。 115.29 です。ドル円はドルウォン頑張ってますよ。一回ね1201まで行きかけて戻して、今1199.44 っていうところでですね、粘ってますね。無駄な努力だと思うんでね、早めに引き上げてですね、あれしたらいいと思うんですけどね、1200台でなるべく前半で留めるようにですね、したらいいと思うんですけど、あれですね、頑張ってますね、1200近辺で。さて本題いきましょう。本題はこれですね、北京五輪、東スポ、時々電話かかってくるんですよ、東スポ。マンションで何かあった時にはね、大体ね食いついてきますね。なんか事故が多いですけどね、食いついてきます。さてその東スポの今日12時3分に出た記事でございまして、北京五輪、新型コロナ陽性の隔離施設に汚い部屋、質素な食事、不満が噴出、米紙報道というタイトルの記事でございまして、これ多分大丈夫なんで貼っときますね。そんな長くない記事なんで読んでいきましょう。なんでこれ広告がうるさいですね。この広告もいい、もうこれもう やめてな、これ。はい、行きましょう。北京五輪で新型コロナウイルスをめぐるトラブルが相次ぎ、各国選手団が国際オリンピック委員会 IOC 組織委員会の対応に困惑していると米紙フォーブスが伝えている。フォーブスって 割合格式の高いメディアですけどね。同氏は五輪に参加しているいくつかの国の代表は検疫されたアスリートの非人道的な状況、不合理な隔離原則、違う、不合理な隔離規則、説明のつかないメディア抑制を指摘し、中国の行動に頭を抱えていると報道。もうちょっと言いましょうか。実際にアイスホッケー男子のマルコ・アンティラ、フィンランドが中国入りした際、陽性判定で隔離施設に入ったが、まともな食事が与えられなかったとし、フィンランドのユッカ・ヤロネン監督は、選手は大きなストレスを受けた。中国が人権を尊重していないと憤ったという。何があったんでしょうね。満足な食事を得られない。もうなんか食えるもんがないんで、パスタだけ食うていたらですね、痩せ細って骨が見えたという話も載ってますね。ノルディックスキー複合2連覇中のエリック・フレンツェル、ドイツも陽性となり、収容された隔離施設について、部屋も狭く清潔さがないと指摘、食事の質素でとても容認できないと訴えていたように、アスリートにとっては耐え難い環境のようだと。陽性反応が出たらまるで犯罪人のように扱われるというふうな報道が多いですね。またスケルトン女子のキム・マイレマンス・ベルギーは、中国で陽性になった後2度の検査で陰性判定が出たものの、別の隔離施設に連れて行かれたことを自身の公式インスタグラム投稿、涙ながらに選手村に戻ることが許可されるかわからない、孤立状態で五輪に対応、できるかもわからないと訴え、物議を醸していると。これもなんかちょっと話題になってましたね。涙ながらに訴えていると。コロナ関連に
これね、日本語おかしい。コロナ関連のでしょうね、の外でも、メインスタジアムの外で生中継をしていたオランダのメディアが当局によって強制的に排除されるなど、各地でトラブルが起きている。これもなんかあれですね、生中継中にですね、なんかボランティアの腕章をしたごっついおっさんがですね、こう、無理やりですね、それを中断させてですね、ケーブルをですね、こう、外そうとしたとかいう話になってますね。同氏は組織委員会のスポークスマンが問題に取り組む過程にあるとコメントしたというが、多くの国が人権侵害で外交をボイコットする中、中国側のお粗末な対応に各選手団の反発は強まりそうだというこう記事でございまして、たまさかこのトースポの記事を今読ませていただきましたけれども、この手の話はですね、結構ニュースメディアに溢れてきました。昨日も一部言いましたけども、結局ね、みんなね、北京に行ってね、この何でもない陰性を出し続けてる人はですね、まあ、うーんって選手村の中にいてですね、選手村からは出られないんですよ。出られないで、街歩きもできない、一切隔離されてるんですけども、まあ、なんとかまあ無事で過ごしてるわけですね。選手村の食事がまずいという話もあるし、だから食えたもんが出てけえへんという話もありますけども、まあまあ、選手村はマシですね。メディアセンターまずいらしいですね、飯が。もう、有料なのにまずいという。選手村は無料で、まあ、まだしもマシというふうに言われています。で、メディアはメディアセンターに閉じ込められてですね、取材してたら怒られてですね、飯はまずくてですね。で、選手村は、まあ、なんとかこう、競技は、飯は食えるんですけども、陽性になった人はですね、なんか変な刑務所みたいなところに入れられてですね、満足に食事も与えられずにですね、こう、嫌な何日間、じゃなくて、十何日間を過ごすんですね。をやってるわけですね。まるで犯罪者扱いということです。それに関してみんな不満、ブーバ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 ーって言ってるわけですね。で、結局だからね、今回北京五輪をやってね、中国は国威発揚になったのかというとですね、ならなかったんちゃうんかなと。まだ始まって何日も経ってないですね。4日に始まって1、2、3、4日目ですけども、これだけのこう不満が噴出してるわけなんです。で、こんなんね、すぐに解消できるわけないんですよ。あの国はものすごい官僚組織の国ですから、一旦決めたことをですね、変えるっていうのはですね、かなり難しいわけですね。だから、こういった話はずっと世界に発信し続けられてですね、結局人権侵害してる国やんということになるわけですね。まあ、だからどうせっていうわけでもないですけど、東京はね、比較的うまくいって、皆さん機嫌よく東京ってええとこやんとかと思いながら帰っていただいたわけですね。コンビニでスイーツ買ったら美味しいやん、これ安いやんみたいな、そうなったわけですね。で、割合緩やかなバブル対応っていうのをしたんですけど、北京はね、ゼロコロナですからね。もうそのウイルスで陽性反応出たら倍金扱いですね、人間自体が。で、それを倍金扱いされた人は必ずや中国に悪い印象を持って中国を離れるわけですね。で、今はね、そんなに厳しいことは言えなくてもね、この程度でもですね、控えめだと思います。で、国へ帰ったらですね、あの中国はあんなところ二度と行きとないわみたいなことをですね、いっぱい言い始めると思うんですね。で、まあ、まだすでに競技自体でもですね、中国側に有利な判定っていっぱい出ててですね、えへにあんて、不自然に有利な判定っていっぱい出てるわけであって、だから今回、その北京五輪をやってね、中国は国威を発揚するどころかですね、世界に悪評をですね、ばらまいてるんちゃうかなという気がしますね。彼らが頑張れば頑張るほどですね、中国という国のイメージが悪くなって、今後ですね、中国はずっとアメリカと対立してますけども、アメリカは西側の代表国になるわけですね。で、オリンピックはアメリカは一つの国として参加してますけど、90何カ国が参加しててですね、自由主義の国から来た、西洋系の国から来た選手がですね、そういうひどい目にあって、国へ帰ってですね、中国ってとんでもないって言い始めたらですね、中国は自然に世界を敵に回してるということになるんですけども、彼らはそれに気がつかないというか、まあ、分かってても分からないふりをするんでしょうね。だから結局今回2022年の北京冬季五輪
というのはですね、中国の悪評振りまき大会になったんちゃうんかなという気が濃厚にしますね。まあ自業自得というやつでしょうね。はい、ということでこのトースポウェブとですね、のこの今の私が読ませていただいたページ貼っときますんで、一応全部読んだんですけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。